広島のアクセルベートです。まあ、世の中、まあ、日本の人、独裁が好きな人多いんだろうけど、そうやって、例えば、全部政府がやってるようなことっていうのを擁護していったら、まあ、擁護していくことがクールみたいな感じって、まあ、人生の議会の中で一旦多いんだけど、それっていうのは全然言い過ぎじゃないし、ただただ独裁にしか言ってないし、まあ、そういうふうに、まあ、それも普通の空気として流されてしまう。でそれによって、だんだん独裁になっていく。で俺ら実は日本って外形的には民主主義みたいな感じで言われてるけど、実際はほとんど自民党がやってて、じゃあこれっていうのはなんか、選挙というようなシステムがあるから外形的に民主主義っていうだけで、でこういうのってもうガンガン変えていって、ガンガン言っていって、変えていかないと、本当、マジで、まあ、ただの独裁国家だなって、そういうの、あ、そういうことです。Thank you.
ミドリンクブードリンクか次のおにぎり続いてやらせてもらいますウェルカムトゥージャパンアイムホーム意味は違います。世の中によくあるその同調圧力だったりして、そういうのっていうのは割とまあ内面化されててわざわざ反対するようなことではなかったりすることってのは多いと思うけど、そういう過剰なその同調圧力による自発的服従社会ファクトフトリック
エンバイ、もう言わないバイ。そうですね。まあなんか今、これもまあ別に今だけの話じゃなくて、まあ今なんか裏金の問題とかね、そんなのあったりとかして、そのまあ裏金運動っていうのはまあ確かに政治資金っていうところのそのなんだっけ、企業関係、団体関係でもそれってもらうっていうのは要するにお金持ちの言うことしか聞いてませんよっていう話ですね。でそういうのを、まあ、それで、まあ、実際そんなのをずっとやりすぎて、安倍っていうのは結局ぶち殺されたわけだけども、でそういうのって、実際なんか何か責任を取って死ぬわけでもなんでもなくて、あんなぞいうことなんか聞く必要もないし、まあ、ガンガン反対するわけじゃないのか、そういうことです。
まあちょっとこの曲に関係ないけど、俺たち、スピノケートっていうバンドに誘われて、ウエストコーストツアー、アメリカウエストコーストツアー行きます。これね、ちょっと入国できるかどうか微妙なんで、全然言ってなくて、ちょっと SNS まだバカめ知らない人がいっぱいいると思う。知り合いまだバカめ。これが5月31日からやるんで、で最後はバンクーバー行って、ハーブラグッドラフっていう、今日出てたブートリッカーを出る、それのフェスに行ってね、それで、まあ、帰ってくる予定ではあるっす。よろしくです。もし飛行機が墜落したとか、俺らあっちで殺されたとかあると、もう俺らの見納めっす、今日が。見納めね。最後の曲、実際にこう SNS とかの世界にあるネトウヤ問題、ああいうのっていうのは要するに実際のところの何の学術的な根拠もなく、歴史を捏造して、そういうのを広めるみたいなね、そのファットアップ。それサルベーションだよ。